皆さんこんにちは、お疲れ様です。癒し美女チャンネルようこそ。今回ご紹介するのは、グラマラスボディで多くの人を虜にしてきた元グラビアアイドル、杉原杏利さんです。1982年6月12日生まれ、身長157センチ、広島県出身、杉原杏利さんは、広島県で生まれ育ち、高校1年生の時に広島でスカートされ、 16歳で芸能界に入ります。当時はお芝居の仕事を中心に活動していて、高校を卒業するまでは地元から東京に通っていましたが、高校卒業後に上京します。上京時には、グラビアでやっていこうと決心します。2001年に、初テレビ出演を果たし、それから電波少年など数々のテレビ番組に出演します。2003年には、ファースト写真集、バニラを発売し、 綺麗なルックスと抜群のスタイルを世の方々に披露しました。2007年には、バラエティ番組、やりすぎコージーにて、6代目やりすぎガールに抜擢され、話題となり認知度が高まりました。その影響は凄まじく、その翌年からは土涛の勢いで DVD を発売し、瞬く間に人気を博しました。また、2010年頃からは、ダウンタウンデラックスなど、 多くの有名バラエティ番組などから引っ張りだことなり、さらに人気を博し、グラビアアイドルとして確固たる地位を築きました。2015年には、自伝的小説、アンドラブを発表し、2017年に自らの主演で映画化され、話題となりました。また、同年に、ソフト補正下着のブランドを立ち上げ、大手通販専門チャンネルで大ヒットします。そのブランドの立ち上げ資金は、 23歳から始めていた株式投資で得たものだそうです。ちなみに、株式投資で資産を積み上げて29歳で家を購入し、30歳で資産1億円を超える送り人となったそうです。すごいやり手ですよね。2017年には、DVD、ラストキス杉原ンリファイナルイメージを発売し、イメージ DVD の仕事に終止符を打ちました。2018年に、 結婚したことを発表し、グラビア活動を引退します。2019年に、以前より続けてきた株式投資経験やノウハウを綴った単行本を発売。2020年には、不動産投資に関する単行本を発売します。そして、2021年4月に離婚報道を受け、自身のブログで1年前に離婚していたことを明かしました。2022年12月、 40歳とデビュー25周年となる節目に、2023年6月まで期間限定でグラビア復帰します。2023年1月に約6年半ぶりの写真集を発売し、年齢を感じさせない抜群のプロポーションと色気で多くの人を魅了しました。こんなチート級のスタイル、ほんと反則ですよね。自分の息子が言うこと聞かないです。個人的には、まだまだグラビアで活躍できると思っていたので残念でなりませんが、 違う道を歩む杉原杏里さんを一緒に応援していきましょう。それでは皆さん、また次の動画でお会いしましょう。ご視聴、ありがとうございました。